あ今回は青春18切符を使って JR の姫路駅からこちらの紀新線に乗り換えます。のどかな景色を見ながら私が今回やってきたのは、どうもトミーです。さあ今回は兵庫県の辰野市にある東橋崎駅にやってきました。兵庫県辰野市になんで来たかっていうと、こちらイボの糸、このイボの糸が兵庫県の名産って皆さん知ってました？兵庫県なんですよ、イボの糸って。なのでこのそうめん界の王者のイボの糸が作られてるこの辰野市に行って、美味しい状態のイボの糸を食べることができる食事所もあるんで、今からそこに行きます。駅降りたらもうイボの糸ってめっちゃ書いてあったし、そこもなんかもうイボの糸が売ってる。すげえ、イボの糸の町や。あったあった、見えてきた、そうめんの里。ということでやってきたのはイボの糸資料館、そうめんの里。見て味わってイボの糸のすべてがわかるところなんです。あー、これがイボの糸のそうめんの里。とりあえず先にこのそうめんの里の資料館行って、でその後にここで本場のイボの糸を食べに行きます。チケット購入したんで上の有料エリアに行きます。おお、すごい、いきなりそうめんや。めっちゃびっくりした、めっちゃリアルやねんけど、ほんまに人やと思った。手延べそうめんの生産量一番多いの兵庫県やって。さすが、これそうめんの原型なん。今と全然違うやん。昔のそうめんって市民が気軽に食べれるものじゃなかったんて、そんな高級品あったんや。これが江戸時代のそうめん。昔の江戸時代の頃のそうめんって2メーターぐらいあってんて。2メーターってどうやって食べんの。そうな、体験できるコーナーあるやん。硬いな、これ。あ、いいじゃん。なんで？結構うまいことできとったんじゃん。なんでよ。あら、残念。なんで？どうやったら褒めてもらえる？イボの糸って結構いろんな種類があったみたいで、この帯の色によって高級が変わんねんて。一番高級はこの三芯って言ってた。三芯は細さが一番細いらしくって、これを作れるところはもう 2,3 軒ぐらいしかないって言ってた。この三芯食べてみたいな。なんか作れる時期ももう冬のほんまにごくわずかな時期しか作られへんから、食べられる時期も決まってんねんて。この播州小麦っていうのはほんまにこの播州のこの兵庫県のもので作られてるから、一般的なイボの糸に比べて結構癖の強い味って言ってた。これも食べてみたいな。あ、すごい、ここ工場や。あー、イボの糸がたくさん出てきてる。こんなん見てたら食べたくなってきた。そうめん食べに行こう。ということでやってきたのはお食事処いおり。本日の麺は熟成麺です。熟成、
こちらのお店では本場で作るそうめん料理を味わうことができるんです。定番のそうめんメニューから中には変わり種もあるみたいで、ソース焼きそうめん、豚キムチ乳麺、揚げ乳麺、めっちゃ変わり種あるやん。頼んで多分3分ぐらいできた。変わり種もあったんやけど、やっぱり冷やしで食べたいと思ってこれを注文しました。ちょっとこれすぐ食べた方がいいな。最高の茹で加減で出来上がってるはずやからすぐ食べた方がいい。やっぱ綺麗、めっちゃツヤツヤしてる。まずは何もつけずに、うまっ、すっごいコシ。いや、ちょっと何もつけんでも今の人ってこんなに美味しいんや。小麦の風味がふわって口の中広がるし、一口噛んだ瞬間の歯ごたえ、コシすごい。やっぱり本場で食べるから茹で加減が最高やねん。これ家でイボの枝食べるより100倍美味しい。めっちゃほんまにうまい、めちゃくちゃうまい。つゆに負けないこの小麦の風味、なんか細さの中にしっかりとした硬さがあって、なんかそれが喉越しの良さを際立たせてて、口に入れて喉を通過する時のこの爽やかさ、いやめっちゃくちゃ美味しい。友達が頼んだ、私が気になったこの揚げ乳麺。そうめんを揚げるって発想なかった。いやー、うん、これはこれでめちゃくちゃ美味しい。お出汁ももっとあっさりめなんかなと思ったら、意外にちゃんとしっかりした味のあるお出汁やから、そのしっかりしたお出汁に揚げそうめんがバッチリと合ってる。そうめんってもともと油ついてるけど、なんかそれにプラス油で揚げてる分でなんかよりオイリーな感じになって、なんかもっともっと食べたいっていう感じがする。ちょっとおやつ感覚に近い感じ。最後、お土産物売り場に立ち寄ったんですが、幻のそうめん三芯が売られていました。とても買える値段ではありませんでした。そうめん資料館楽しかった。そうめんのいろんなこと知れたのも良かったけど、でもやっぱりイボの糸が美味しすぎた。ここまであのイボの糸の味を堪能しに来る価値がある。やっぱりさ、そうめん、やっぱりイボの糸やわ。この辺りになんかそうめん神社っていうのがあるらしいんで、それを見に行きたいと思います。行くぜ。よし、トモモグ。すごい、そうめん神社って書いてある。すごい、多分日本で唯一の神社なんやろな。これは珍しい。何の御利益があるかは全然分からへんねんけど、今から駅に向かうんですけど、さっき来る道中でめっちゃ気になったお店があったんで、今からそこ寄ってから駅に行きます。あった、この店。時
火星のアイスクリーンって書いてあってめっちゃ気になってて。ということでやってきたのは水谷冷夏。昔ながらのアイスクリーン、絶対美味しいって。うわあ、いっぱい、はい、ありがとうございます。150円ね。はい、いただきます。昔ながらの懐かしい感じのアイスクリームで、ふわっと甘みが広がるタイプ、ちょっとシャリッとしててドンピシャに大好きな味。あー、懐かしい味がする、美味しい。なんか初めてこの東橋崎駅で降りたけど、なんかすごいのどかな感じで、なんか穏やかな気持ちになる。この辺、こういうところって車で行きがちやけど、でもやっぱり電車で来たからこそ、こうやってゆっくりこの街を歩いて、あ、こんな店があるんやとか、こんなところがあるんやっていうのが分かるから、やっぱり電車旅ってそういうところがいいなって思います。トモモグ、じゃあ帰る前に最後に揖保川を見て帰ります。おー、これが揖保の人の名前の由来の揖保川。うわめっちゃ綺麗、すごい、なんか素朴な川やな。うわ、なんかすごい、めっちゃ心が落ち着く感じの川。ここの揖保川の水を揖保の糸に使ってるって言ってたから、美味しいそうめんの元です。これが、これのおかげであんな美味しいそうめんができてる。ということで駅に戻ってきました。今回はこの辰野市、この揖保の糸の町を観光してきたんですけど、この喉のところに揖保の糸の感触が残ってるくらいほんまに美味しかった。ぜひ皆さんも揖保の糸をこの本場の辰野市でぜひ食べてみてください。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。そうめん界のレジェンド、レジェンドなんかな。そこ映らへん。そこどこ、これそこ、よし、なんかちょっとずつ伸ばしていくんやって。おお、これちょっと、分かってる、なんでだ、欲しいって言われた、なんでだ。とモモのモグ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 プ、モグモグプ、モグモグプ。